サンプリング、音楽におけるサンプリングは過去の曲や音源の一部を引用し再構築して新たな楽曲を制作する音楽制作法、表現技法のこと、または楽器音や自然界の音をサンプラーで録音し楽曲の中に組み入れることである。サンプリングはもともとミュージックコンクレートとで作業している実験音楽のミュージシャンによって開発されたもので、 やレコードを物理的に操作して蓄音機で演奏されていた。1960年代後半までにテープループサンプリングの使用はミニマルミュージックの発展とサイケデリックロックとジャズフュージョンのプロデュースに影響を与えた。ヒップホップミュージックは2つのターンテーブルとミキシングコンソールでレコードを操作することを実験した1970年代の DJ らから生まれた。 サンプリング技術に基づいた最初のポピュラー音楽ジャンルである。1970年代半ばから1980年代、初頭の電子音楽とディスコの登場。1980年代のエレクトロニックダンスミュージックとインストリアルの発展。1980年代以降のコンテンポラリー R&B からインディーロックまでのヒップホップの世界的影響である。歴史的には、 サンプリングはハードウェアの特殊な部分であるサンダーで行われていたが、今日ではソフトウェアが一般的に使用されている。しかし、も使用できの人々は伝統的な方法でサンプリングを続けている。近代的なデジタル制作方法にサンプリングルーツを組み込むことで、クラシック音楽、ジャズ、様々なフォークソングなど、サンプリングの発明に先立つジャンルだけでなく、 多くのポピュラー音楽にサンプリングが導入されるようになった。多くの場合、サンプルは歌の一部、例えばリズムによって構成され、それは別の歌のビートを作るのに用いられる。例えば DJ から開発されたヒップホップミュージックはブレイクをループする。1960年代後半のソウルとファンクのレコーディングソングとアーメンブレイクは ダンスミュージックとヒップホップで使用されている最も一般的なサンプルの一つあり、ブレイクビーツのようないくつかのサブジャンル全体は、主にこれらのサンプルの複雑な並び替えに基づいている。ロックレコーディングのサンプルも新しい曲の基礎になった。例えば、レッドチェッペリンのデビーブレイクのドラムサウンドはビースティボーイズ、ドクタードレイ、エミネム、マイクオールドフィールド、デペッシュモード、 イレージャーなどのアーティストによってサンプリングされた。サンプルは映画、テレビ番組、広告など非音楽メディアで話された単語やフレーズで構成することもノである。サンプリングは既存の録音の使用を必ずしも意味するものではない。多くの作曲家やミュージシャンが自分で作ったフィールドレコーディングをサンプリングして作品や曲を作ったり、 オリジナルのレコーディングをサンプリングするアーティストもいる。例えば、トリップホップバンドのポーティスヘッドは、既存のサンプルを使用しているだけでなく、曲を作るためにもともと演奏していた音楽部分をしたり、操作したり、サンプリングしたりしている。サンプリングの使用は、法的にも音楽的にも議論の余地がある。1940年代から1960年代に、 技術を開発した実験音楽のミュージシャンはサンプルから楽曲を制作する前にフィールドレコーディングの被験者や著作権所有者に知らせなかったまたは認可を取らないことがあったヒップホップが地元のダンスパーティーに限られた1970年代には関係者に対して録音された音楽をサンプリングするための著作権の手続きをする必要がなかった ジャンルが1980年のラップを中心としたレコーディングになり、それが主流になると法的手続きを取る必要が生じた。それは最も成功した DJ 以外の DJ、音楽プロデューサー、ラッパーにとっては困難なことだった。その結果、多数のレコーディングアーティストが非認定のサンプル仕様で法的問題に直面した一方で、 現在のアメリカ合衆国の著作権法の制限や創造性への彼らの世界的な影響も厳しく監視されようになった。法的問題の他にもサンプリングは賛否両論の評価を受けている。今日のヒップホップ DJ はサンプリングの方法が異なる。いくつかの批評家、特にとみなされる人はすべてのサンプリングが創造性に欠けているとの信念を表明しているが、 サンプリングは革新的で革命的な技術である。サンプリングされた作品について、サンプリングの有無に関わらず、その実行に関する幅広い意見が見られる。ヒップホップや R&B、ポップスにおけるサンプリングとは、既存、過去の音源から、音、ベース音頭や歌詞の一部分を抜粋し、同じパートをループさせたり継ぎはぎするなど、曲の構成を再構築ることで、 名目上別の曲を作り出す手法のこと。あくまで曲の一部分を引用するだけなので、基本的な歌詞やメロディーラインをそのままなぞるカバーやアレンジとは別物である。このようにして作られた曲は、多種多様の細工やコラージュが施され、中には原曲の雰囲気を全く留めていない曲も多々ある。サンプリング1990年代以降を参照。一方で、 メロディーラインや歌詞を大きく変えることなくほぼそのまま引用したりするだけのパターンも見受けられ、このような曲は通称、そのまんま使いと呼ばれる。また、原曲、元ネタがあまりに有名な曲だったりすると、大ネタ使いと呼ばれる。この制作技法はヒップホップから誕生し、現在ではたジャンルの音楽でもよく使われている。また、サンプリングを知らない者が盗作、パクリだと言って、 動画サイトや掲示板で、盗作疑惑がある曲と、元ネタであると思われる曲を比べて、意見を聞くことにより、たびたび論争になる。サンプリングを行った作曲者も、この曲はをサンプリングしています。と公言することがあまりないため、問題になる。電子楽器、電子音楽で、実際の自然音や楽器音、例えば工場の音やガムラン、人の声など等を、 サンプラーでサンプリングして利用する場合があり、この方法で得られた音源をサンプリング音源と称る。講義の録音であるが、より細分化して素材として扱っている。PCM 方式を採用するシンセサイザーなどの電子楽器は音源部に記録されているサンプリング音源を加工することで音を出している。当初、ヒップホップ以外におけるサンプリングとはほとんどこの意味で用いられたが、 時代が下るとヒップホップ同様既存の楽曲から一部引用して新たな楽曲を制作する手法のこともすようになった。ドイツの映画監督ワルター・ルットマンが1930年6月13日に発表したラジオ番組ウィークエンドはサウンドトラックを切り張りしコラージュした実験的な作品であった。フランスの電気技師 ピエール・シェフェールは1948年頃から作曲家、ピエール・アンリュと共に人の声、動物の声、鉄道の音、自然界の音、都市の騒音などを電気的、機械的に変質させた種持の実験作品を作った。これらはミュージック・コンクレートと呼ばれた。また、ジョン・ケージやカール・ハインツ・シュトックハウゼン、リュック・フェラーリといった作曲家たちも コラージュや電子音を取り入れた作品を作っていた。ポペラー音楽の制作において、過去の楽曲の再利用が初めて行われたのは1960年代後半のジャマイカにおいてであった。1967年頃から同一のリディムを複数の歌手、DJ が使い回して録音したり、エンジニアがダブ処理をするといった手法が一般化していた。 1979年、シュガーヒルギャングは、シックのグッドタイムズをサンプリングした楽曲、ラッパー、エス・デリットを発表する。これは、ブレイクビーツを使用した世界初のヒット曲であり、ヒップホップという新たな音楽ジャンルを発展させる原動力となった。なお、同楽曲のリズムトラックはサンプラーによってループされたり、レコードの2枚使いによるものではなく、 シュガーヒルギャングのメンバーによって、引き直されたものであった。1980年代中期に E、ミ m ー、e ・ e m a x や赤い S612、ローランド S10、カシオ FZ1、ボス RSD10 など安価なサンプラーが発売され、出すと、サンプリングはさらに一般化していった。1986年、ランディ MC が、ハードロックバンドのエアロスミスをサンプリングし、 後にコラボレーションした曲 Walk This Way は MTV でヘビーローテーションとなりビルボードホット100のトップ5に入った最初のヒップホップの楽曲となった。ビースティボーイズは1986年のアルバムダイソンストツー w h e e l g e b l a やレッド・ツェッペリンの曲オンプリングしヒットを記録。続く1989年のアルバムポール。 S ブティックでもサンプリングが多用されヒットした。このことはヒップホップ界にブレイクビーツやスクラッチという手法以上、サンプリングの可能性を見せた。プログレッシブロックや電子音楽の世界では、自然音や楽器音を取り込むという点では、メロトロンなどの電子楽器が1960年代より存在し、音声テープによる音響効果とともに長らく使用されきてはいたが、 1980年代に、イタリ、フェアライトシエメイやシンクラビアなど高性能なサンプリング機能を持つ楽器が登場すると、アート・オブ・ノイズ、キャバレー、ボルテイルなどの多くのロック、ポップスミュージシャンがサンプリングを手法として使用した。1983年、プログレッシブ・ロックバンド、イエスは、フェアライトシエメイによるオーケストラルヒットを使用した楽曲、ロンリーとを発表。 全米1位を獲得した。1981年にはイエローマジックオーケストラがサンプラー LMD-649 を使用したアルバムテクノデリックを発表した。ただし、これらはヒップホップにおける他人の楽曲をそのまま利用する作業と異なり、一種の音響効果、楽曲内における音自体の有用性を狙ったものであり、同じように、 サンプリングと呼称されていても、両者の概念は異なる。1980年代半ばのラン DMC の商業的成功を経て、ヒップホップが一般的に認知された1990年代以降、マライア・キャリーやジャネット・ジャクソンなどの楽曲をはじめとして、R&B やダンス、ポップスなど他のジャンルでもサンプリングは当たり前のように使われるようになり、 もはや世界中のポピュラー音楽を語る上で外すことのできない音楽制作技法となっている。ビルボードホット100チャートでもサンプリングが使われている曲がしばしば上位を占めている。さらにサンプリングが特別な技法とは言えなくなり、また法的リスクも高まるにつれ、音楽家たちは何をサンプリングするかよりもどのようにサンプリングするかを工夫し始めた。 1992年頃、DJ プレミアはサンプリングした元ネタをさらに細かく、切り刻み再構築する、チョップ、チョップという技法を開発し、ギャングスターやナズ、ジェルダダメージャなどの作品群をプロデュースした。低童話やダフトパンクはあえて古い機材を使ったり、フィルターをかけたりして、音質を劣化させた、老廃な音用を作り上げた。 1996年に DJ シャドウが発表したアルバム t r a d u デ s h i n g は2001年にギネスワールドレコーズによって初の完全なるサンプリングアルバムと認定された。日本ではランディ m c の Walk This Way 1986年や MC ハマーの You Can't Touch This 1990年の流行によりサンプリング手法が注目されていった。 1990年代に入ると、渋谷系アーティストのピチカート5や、テクノユニットの電気グルーブらがサンプリングを取り入れ、楽曲を制作した。また、歌謡曲などの日本の音楽、邦楽からサンプリングのネタ、和物を発掘する動きも加速し、和田アキコ、鎌谷津広泉拓楽の再評価につながった。1994年、スチャダラパート、 小沢賢治が共作した、今夜は、ブギーバックは、アンボーグのギブイットアップ、ターン・イットルースのコード進行を引用し、イーストエンドユリが発表した、d a o n e は、ジョージ・ベンソンのターン・ユーア・ラブ・アラウンドをサンプリングし、共にオリコンチャート最高15位、最高7位のヒットを記録した。これ以降、J-POP においてもサンプリングは徐々に浸透していった。しかし、 邦楽からのサンプリング、和物や有名曲からサンプリングの場合、途中の歌詞や曲の構成が原曲と全く異なってても、しばしば単位なるラップ調カバー曲として紹介される。アムロナミエ、60S、70S、80S のように、欧米のポピュラー音楽、洋楽からのサンプリング楽曲でも、カバー扱いの報道をされることもあり、情報を提供する側も、 カバーとサンプリングの区別がついてない状況も参見される。アメリカ合衆国の法律辞典、ブラック・エスロー・ディクショナリーは音楽におけるサンプリングをサウンドレコーディングのごく一部をとって新しいレコーディングの一部としてその部分をデジタル処理によって利用するプロセスと定義している。サンプリングによる音楽制作が一般化するにつれ、 他方ではこれは著作権の侵害にあたるのではないかという声が上がり始めた。1991年、ヒップホップアーティスト、ビズ・マーキーは、アルバム、I Need a Hair Cut 収録曲、a l o n e Again で、ギルバート・オサリバンによる同盟の楽曲をサンプリング使用した。これを知ったオサリバンは著作権の侵害として、ビズと発売元のワーナー・ブラザースを告訴し、 同年12月16日全面勝訴が確定。I need a haircut は小売店から回収された。これを通称ビズ・マーキー事件という。なお、ビズは1993年にオールサンプルズ・クリド分けすべてのサンプリングが許可されましたというアルバムを出し、同事件を皮肉った。また、百八十九年にヒップハウスグループザ・クルーはボイド・ビの ザ・ミュージック・エス・ s Got Me を部分的にサンプリングしたゲット・ダム・フリーユア・ボディをリリースしたが、1993年に、ヤービスはザ・クルーを訴え、ヤービスが勝訴した。さらに、イギリスのハウスグループ、KLF も他人の曲を無許可でサンプリングするなど、サンプリング手法が広まり始めた頃は、著作権問題を引き起こすことが多かった。 これらの判例からアーティストはサンプリングの使用に際して代価を支払うべきという判例が確定しメジャーレーベルから発表されるサンプリング作品のほとんどは正規にライセンスされたものなった。またクラシック音楽などのパブリックドメイン音源からのサンプリングも多くなりサンプリング用の著作権フリー音源集の CD なども発売されるようになった。 上記のような判例が出て以降、アメリカでは、権利者に無断なサンプリングは違法とされたが、必ずしも全てのサンプリングが違法とされるわけではない。法はさじに関せず、デミニミスの観点から、質的、または、量的に些細なサンプリングは著作権侵害責任を問われないし、フェアユースの法理、 米国著作権法第107条の観点から、元ネタとサンプリング楽曲の創作的表現における、実質的類似性が立証されなければ著作権、侵害責任は問われない。1993年11月9日、ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマンをサンプリングし、パロディの替え歌にした、ツーライブ・クルー、プリティ・ウーマンをめぐり、オービソンの権利を持つ映カフイコール・ローズ・ミュージック社が、 ツーライブクルーを訴えたが、1994年3月7日に、裁判所は、ツーライブクルーの曲は、原曲のフェアユースを構成するパロディあるすなわち、ツーライブクルーの曲によって、オービソンの曲が売れなくなることはありえないとの判決を下して、ツーライブクルー側が勝訴した。これを、通称、プリティルマン事件、または、キャンベル事件と呼ぶ、日本の著作権法では、 フェアユース規定は存在しないが、私的財産戦略本部は2008年に日本版フェアユース規定、一般例外規定導入へ向けた審議を開始し、2009年には文化庁でも審議が開始された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。